それからこれね、今日で60になりました。わしやめるわ。人生はまだ終われない。広島で制作された映画 KY ロック、出演は加藤雅也さん、大塚寧々さんなど豪華メンバー。俺なんか酔っ払ってなんか変なことを言うたんか。60歳を迎えてもなお音楽活動に燃える主人公コウスケを中心に、それぞれ新しい一歩を踏み出す仲間たちの友情を描きます。今月2日、西区横川シネマでメディア試写会が行われ、舞台挨拶がありました。その先輩たちの後ろ姿っていうのを、こうかっこいい姿見たいっていうのがあって、まあ、この映画を台本合わせて。なんだかんだ、いや、でもなんだかんだ言いながらエンジョイしてね。僕は大塚寧々さんと食事なんかしたことないですよ。三方さんも1日前に先に一緒に食べてるんですよ、飲んでるんですよね。主演の加藤さんの還暦記念として制作されたこの映画、思いを伺いました。僕らみたいに年代を重ねた人間がいろんなことをやってきて、いろんなことをやってるんですよ。でも本人にとってはまだ道の途中であったり、何も成し遂げてないんだって思ってるから、なんか次を目指して動いてるんであって、満足してしまったら人ってやめてしまうんだろうなって。だからこれってみんなが思ってることなんだろう。近年地方の自主制作映画にも積極的に出演する加藤さんは、同じ台本でも作る場所で違ってくると言います。まあでもそこの町の空気っていうのがあって、人が広島の人と関西人も違うし、東京の人も全然違うんですよ。広島の人たちと作った映画っていうカテゴリーでやってて、それはこの町に住んでるっていう、そのそういうようなところの中にいろんな事件が起きたり、いろんなことが日々起きてんだっていうことを描きたいっていうの。ロックは古いと思ってる。胸が高鳴るからですよ。燃えるからですよ。広島ロケの映画ではありません。広島の人たちと作った映画です。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。単にロケ地が広島というだけではなく、広島の人たちと作った映画ということですが、犬山さんいかがですか？いや、いいですね。本当にそのどこでその撮ったかで全然その変わってくるっていうお話、すごい面白いなと思って聞いてて、で多分これ広島、メイドイン広島なので、広島の方が見たら、あ、分かる分かるとか、そうそう、これが広島らしいっていうところがきっとあったり、で広島じゃない方が見た時にきっと広島の魅力もなんかこう伝わるような、そんな映画になってるのかなと思って、すごく見てみたいです。はい、10月12日からまずは広島市の横川シネマで先行上映となります。11月から東京をはじめ全国で順次公開予定です。